南条金ネオ南条カネオ7月18日から1948年12月30日は日本の実業家、大正会場家再保険会長や三井物産会長、三井合名筆頭上無理事を務めた群馬県大良郡立林町出身、前橋中学校を経て1892年に高等商業学校卒業後帝国ホテルのポーターを経て 矢野次郎校長の紹介で、アメリカンブレイジング紹介入社。1901年三井物産入社。大阪支店保険係主任等を経て、1910年大阪支店長。1913年ロンドン支店長。1918年取締役ロンドン支店長。1921年常務取締役。対象会場化再保険設立前に、小互き捨て次郎の家で。 飯田義和、馬越京平、岩原健造、平尾八三郎、磯村豊太郎らと保険会社設立懇談会に参加し、1924年には大正会場火災保険会長に就任。1928年根獣法賞受賞。1934年三井物産会長。同年デンマーク王国ダネブログ勲章コンマンドール受賞。 1935年三井合名常無理事。1936年三井合名筆頭常無理事。趣味は、西洋画の鑑賞で、西洋美術史に詳しく、西洋美術史担当の東京美術学校講師として、教鞭も取った。父は、日本製粉社長、南城新六郎。立林藩画郎、岡谷美学美学助は祖父。妻隆は、土佐電気鉄道社長。 斎藤理西長女。東京弁護士会副会長。三宅博士夫は議定。学習院教授東野十二郎。三井銀行取締役。武田新一。日本政府常務取締役畜村邸には議定。群馬県人、明大辞典工芸新聞社。1982年。396ページ。ABCDE 三井物産会長。南城兼雄君。 13、新東亜建設を誘導する人々日本、教育資料館公開編、三井物産会長、南城金夫くん。13、現代業界人物集計聖者、編、南城兼夫、161、経済第一線、倉田春一著 ABC 南城金夫第八版、昭和3年7月日本研究のための歴史情報、人事更新録データベース、対象会場化再保険。 大正海上火災保険株式会社40年史、渋沢社史データベース、三井海上火災保険、主流、三井海上物語、75年少史、渋沢社史データベース三井物産、挑戦と創造、三井物産100年の歩み渋沢社史データベース、南城カネオ街8名外国勲章気象受領及び、廃用の県アジア歴史資料センター三井合名 定年制退職金700万円を棒にして、新進路をいえ切って、新人登用社会情勢に順応す、大阪知事新報1936.4、18、神戸大学経済経営研究所、新聞記事文庫会社、南城新六日本研究のための歴史情報、人事更新録データベース、三宅赤雄日本研究のための歴史情報、人事更新録データベース第4版、 大正4年に1月、ありがとうございます。